今日はサバの握り方、サバ、しめサバねの握り方、まあ、何種類か紹介しようと思います。でまあこれしめサバはこんな感じでね、最初にかま骨外してあげて、で骨を外す前に皮を剥いてあげた方がこの身が割れにくいんで、最初に皮を剥いちゃいますね。ここでね、こうやってビリッとこの隙間からめくってあげると簡単に剥けるんで、でまあこう身を手で押さえながら剥いてあげると、このなんていうのかな、綺麗に剥けやすいですよとですね。ほら、皮剥くとってなんか綺麗な銀色が出てくるんで、こんな感じで皮剥いてあげてください。まあ、切る前に最初に骨を抜いていきますと。まあこの腹骨、あばら骨を包丁して描いてあげて、でね、これね、結構このお腹のところに脂が乗ってるんで、まあなるべく身は削らないようにしてあげてください。お刺身で食べる場合はね、結構あのその日のうちとか締めたてでも美味しいんですけど、意外と握りはね、3日4日とか1週間とか寝かせても美味しいんですよね。その方がなんかこう、なんていうのかな、熟成じゃないんですけど、まあ熟成なんですけど、こう全体に味が馴染んで、こう、濃厚なサバになっている場合が多いですね。ただ、まあ寝かせるとどうしてもね、血合いだとかの色は悪くなるんですよね。血合いとか、まあ身の、だから刺身で食べるときはこう新鮮な方が色味がいいんで美味しそうなんですけど、味だけ言うならね、正直握りの時は寝かせた方が美味しいかとは思っていますね。まあどうしても血合いが黒くなっちゃうんでね、その辺はもう完全に好みですね。でもう皮むいて、骨が抜けたら切りつけていきますと。はい、そしたら、サバ切りつけていきたいと思います。まあ一般的なね、一番一般的な切りつけ方はこういう切りつけ方ね。で尻尾の方はどうしても油がなくて、あのパサッパサしてるんですよ。なんでね、あんまり美味しくないんで、このぐらいまでは捨てちゃいますね。で、まあ、一番一般的なのはこうやって切っていく切り方ですね。こうやってで、まあこのまんま握ってあげるっていうのが一般的な切り方ですね。まあ、でこうやってね、ここに包丁入れてあげると綺麗に握れたりしますんで、まあ、これ一つね。あとね、人によってはね、このお酢で締めるとどうしてもこう表面が酢で締まって、この白いところ硬いんで、これをね落とすって人もいますね。こうやって表面だけ削いじゃう人も、これもね、まあ好みですね。この硬いのがあった方が好きっていう人ももちろんいるんで、まあこれ何とも言えないですね。でまあこうやって目入れてあげてもいいし、そのまま握ってもいいしって感じですね。あとまあよくあるのは、こっちね、皮目上にしてあげて、こうやって、薄く何枚か切ってあげて、で、こうやって握るって人もいますね。僕は結構こっちの切り方が好きなんですよね。こんな感じで、でまあサバはね、締まり具合でこう骨がね途中で切れちゃって抜け切れてない場合があるんで、そういう場合はまあ包丁でカチッっていうちょっと感覚があれば骨が残ってるんで、そういう時はまあ
骨抜いてあげてください。とりあえず、これで握っていきたいと思います。そしたらサバ握っていきますね。まあね、一番一般的なのはこうやって切りつけたのをわさびで握るっていうのが、わさび入れてあげて握るっていうのが一般的ですね。こんな感じで、ね、まあこれが一番一般的なサバの握り方だと思いますね。あとはそうですね、これね、まあ、わさびで、柑橘を合わせてあげるっていうね、まあ、こうよくあるパターンですね。まあ握ってで、それ何でもいいんですけど、今回すだちね、まあ、すだちを絞ってあげてもいいし、まあ、今回ちょっと薄くスライスしてのせてますね。こんな感じで、ね、すだちを合わせてあげるっていうのもよくある、よくあるというか、まあ握り方の一つですね。あとはこれね、まあ、今までわさびで握ってたんですけど、わさびじゃなくて生姜ね、生姜を合わせてあげるっていう、まあサバって青魚なんで、まあ締めてあるんでわさびも合うんですけど、結構ね生姜なんかでも合うんですよね。なんでまあそう、わさび苦手なんて人は生姜で握ってあげても多分美味しく食べれるんじゃないかなと思いますね。これが生姜で握ったパターンですね。あとはわさび、すだち、生姜、千枚漬けっていう株の漬物があるんですけど、結構甘めの漬物なんですよ。千枚漬けとも結構しめさばって相性がいいんで、まあ、千枚漬けと合わせたりなんかもしますね。これね、千枚漬け、まあ、これちょっとちっちゃいんですけど、まあ、でね、まあこうやってそのまま包んであげてもいいし、あとはまあこうね端決めてあげて、でまあ一緒に握り込んであげても綺麗なんじゃないかななんて思いますけどね。まあこう綺麗に形整えてあげて、まあ、一緒にこう握ってあげてもいいんじゃないかななんて思いますね。結構ね、多分関西圏の人はよく見かけると思うんですよね。あのしめ鯖と千枚漬け、これ結構甘みがあって美味しいですね。とあとね、あとはまあ炙ったりしてもいいですし、あとね、まあしめ物なんであんまりアジだとかイワシは合わないんですけど、しめてあるサバだとかコカダなんかは柚子で食べても美味しいんですよ。柚子合わせても美味しいですね。柚子はおろして振ってあげてもいいし、まあこう包丁でへいで、でまあそのままでもいいし刻んでもいいしって感じですね。これもなかなか美味しいですね。あとは最後ね、今まで握った5種類とは別で、これね握り寿司じゃなくて押し寿司、触って結構押し寿司にしても美味しいんですよ。で押し寿司にするときはこのね大きいサバだとね握りきれないんで、まあこの硬いところ外してあげて、でここの盛り上がってるところの厚みを抜いてあげないと握れないんですよね。でまあ人によってはこのへいだ部分をこのお腹のところ、お腹の薄いところに当ててあげて、でそこから、押し寿司にしていくって方もいますね。まあ、こんな感じでこう厚みを抜いてあげて、
なるべくね、サバの身を平らにしてあげてから作っていきますね。で、押し寿司作るときはまあさらしでもラップでも何でもいいんですけど、これ1枚敷いてあげて、で、まあサバね。でね、これね、サバがね、大きいときはね、大きいときは、押し寿司あんまりやんないですけど、こっち側にね、包丁の目をこう入れてあげるとご飯と馴染みやすいんで、まあ、僕はねこう入れてあげてますね。でまあ飾りになって綺麗なんで、こうやって入れてあげて、でそこからご飯を乗せていくと、まあ、お腹がどうしても薄いんで、お腹にある程度厚めにご飯を乗せてあげて、押し寿司、箱寿司と棒寿司ってなんか違くて、箱寿司っていうのは結構ね大阪の名物、箱寿司ってこう押しつぶしていく、箱に入れてこう固めていくのが大阪寿司、箱寿司で、棒寿司はどちらかというと北陸の方のイメージですね。でまあバッテラっていうと箱寿司ですよね、一般的には。ちょっとあんまり僕も詳しくないんでそんな確かなことは言えないんですけど、でまあこんな感じでご飯を乗せて、で、まあ、お腹の方に当然厚めにねご飯乗せてあげて、こっからさらし、まあ、ラップでもいいんですけど、で巻いて固めていく感じですね、まあ、こんな感じで繰り返して、で最後こう形をねギュッと締めてあげる。そうするとまあこうかまぼこみたいな形にしてギュッギュッギュッと締めてあげると、このね棒寿司できますんで、これはこれでね多分一般の家庭でやるにはとっても、まあ、簡単ですし、まあ、しめサバを今売ってるじゃないですか、簡単だしつまみになるしでいいと思いますね。まあこんな感じですね、こんな感じ、表にするとこんな感じ。もしねこう最後締まりが甘いようだったら、まあ、巻き簾で締めてあげればギュッと形決まりますんで、結構強めに締めないとね切ってる間に形崩れるんで、こんな感じですね。でまあもしあればバッテラ昆布ってあるじゃないですか、白板昆布、薄い昆布を、まあ、甘酢で煮たものなんですけど、あるならね白板昆布乗せてあげてもいいんじゃないかなと。これで最後包んであげるとね綺麗になるんで、これ薄い昆布があるんですよ、これをまあこれお酢とみりんと砂糖甘酢に漬け込んだっていうか甘酢で煮るだけなんですけど、これ最後ねこう包んであげると、まあ、綺麗になるかななんて思ったりしますね。よくバッテラ、新幹線とかに売ってるバッテラには結構これがついてるんですよね。なので最後こう昆布で巻いてあげて、もう一度締めてあげて、でここから切れば、まあ、いいつまみになるのかななんて思いますね。まあ、切るときは包丁濡らしてあげて、でまあ、食べいい大きさにこう切ってあげるといいんじゃないかなと思いますね。こんな感じ、そうしたらサバのおにぎり完成ですね。とね、まあ、端からこれ普通のわさびね、しめサバのわさびのおにぎり、これ柑橘合わせた、まあ、今回すだち合わせた握り、こっちは生姜ね、生姜では切り方がこれとこの3つは違うんですけど、生姜、これは千枚漬け、こっちは柚子、で最後これね棒寿司、押し寿司に、バッテラ昆布、白板昆布を合わせた、押し寿司ですね、まあ、こんな感じでしめサバもいろんな食べ方できるよという感じでございます。いっちゃー召し上がれ。ちょっと